ブルペンでは開幕投手を狙う高橋宏斗投手が熱のこもったピッチングを披露。なんとこのキャンプでここまで投手陣最多となる150球を投げ込みました。150球というよりかは20球を1セットとして、はい、それを何セットできるかというところをやってたんですけど、7セットはやって、あとの10球は、はい、気持ちを入れてみたいな感じですかね。お茶目な天然ぶりを発揮しながらも開幕に向けては、ここまですごく順調に調整できているので、はい、開幕戦に向けて自分はどんどんいいボール投げてアピールしたいなと思います。一方、バッティングピッチャーとして登板した松山投手、このキャンプに気合の髪型で臨んでいます。それがパンチパーマ。ドライヤーあんましなくていいんで、時間梅津さんがドライヤーしてる時間、僕ボール一つでも投げれるじゃないですか。それで、はい、どんどん差がつくかもしれない。そう、差がついちゃう、ついちゃってますよもう、はい、その心がけが実を結んだのか、今日は勢いのあるボールを次々と投げ込み、37球でヒット性の当たりを2本に抑え、順調な仕上がりぶりを見せていました。まあ、やっぱり目指すからには9回を目指していきたいなというふうには思っているので、でも高い壁が立ちはだかるので、そこを壊すのか乗り越えるのか分からないですけど、そこを目指していきます。